南アルプスのふもと静岡市の井川では紅葉が始まっています。ここ井川に昔から伝わる野菜を使って特別な料理を出そうとしている人がいます。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。井川には昔から引き継がれてきた作物が豊かに残っています。昔のものなんですけども、僕らからしてみるとちょっと新しい食材なんですよね。料理人の吉村さんは在来作物を使った新しい料理を考えてきました。そして今月土日だけ在来作物のお弁当を出すことになりました。こちらはオランダですね、ジャガイモになります。デンプスが多少多いものですからホクホクという感じです。井川で昔から引き継がれてきた芋です。ちょっとまあやっぱ在来なんで不格好のものが多いですね。味はすごくねっとりしてまして、うん、甘みもかなり奥深い、そのなんですか、もう広がる感じの甘みがあるもんですから、すごく僕これは気に入ってる里芋なんです。在来作物は魅力的な素材です。今の新種のお野菜にはもう絶対ないような味わいで、まあ、こう言葉にあんまできない奥深い味わいがあるんですね。それが苦味だったりするんですけども、それがまあ在来の特徴だと思うんですね。でそれをやっぱうまく僕らを生かして調理していけたらなと思っていつも調理してますね。松花堂弁当の形にまとめました。在来のジャガイモオランドと里芋、いただいてみます。うん、噛み応えが良くて複雑な味ですね。そうですね、うん、それが在来の特徴になりますね、うん、いろんな味が口の中に残ります。はい、あ、すごい素敵です。シャモの上に在来らっきょうのソース、在来の里芋のまんじゅうにニラです。なるべく皆さん観光しながらですね、井川のいいところっていうのも食もあるよっていうところをなるべく魅力ながら伝えていければと思っております。今月22日、23日に井川観光会館で食べられます。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。